どうも、ポテトンです。今回は惑星ゼホで BD-1 がハックできるようになった後で入手できるようになるダブルブレードの取り方について説明していきます。まずは最初の惑星ボガーノに帰ってきまして、この大裂け目のセーブポイントまで行きましょう。ちょうどカエルの雑魚敵が出てくるところらへんということで思い出していただければわかりやすいかと思います。ちょうどこのね、橋が立ててあったところを以前は行けませんでしたが、惑星ゼフォ攻略後は、このように R2 でね、橋を倒すことができますので、倒したら、ハックでね、こう宝箱を開けつつ進んでいきましょう。よくやった、BD。ああ、なるほど。何か見つけたのか、BD。で、そのままずっと道なりに進みまして、ここを下に降りたら、奥にねツタが見えていると思うので、そこを伝ってね上に登っていきます。すると途中でハックでね、開ける扉があるかと思うので、そこを開けて、すぐ右側にはフォースエッセンスがあるので、これもね、取っておきましょう。彼の修理キットだ。コルドバは誰かに足跡を残し、BD も残した。で、反対側の机を調べると、ここでダブルブレードを入手することができます。このシャフトはコルドバのだ。エネルギーを感じるよ。会ったこともないのに不思議だな。心強い。ああ、ここは特別だ。このシャフトはもらう。彼の形見を連れていくんだ。で、ダブルブレードを取りに来たついでにですね、オグドボグドを倒した場所にもハックできる宝箱がね、あったかと思いますが、そこもね、開けれるようになっているので、忘れず取っておきましょう。船から来た場合は上からね、この丸い穴を伝って下に降りればすぐにたどり着くかと思います。おい、どうした？何か見つけたのか、BD。そして最後にスタート地点からすぐさまね、下に降りるところにも回復薬の最大値をアップするキャニスターがね、落ちていますので、これも忘れず取っておきましょう。この右側のね、金網の中になるんですが、先にね、こっちを R2 で破壊しておいて、で、この弾を奥に見えている穴に入れることで、この奥がね、進めるようになりますので、ちょっと難しいですが、うまいことね、タイミングを見て R2 で弾を飛ばしていきましょう。一度この位置から弾を飛ばしたら、一旦ね、こう下がってくる時にもう一回このように飛ばすと、綺麗にね、あそこに入るようになります。で、奥にある箱の中に回復薬の最大値を上げるライフキャニスターがあります。いい感じだぞ。ということで、惑星ゼフォ攻略後にこうやってね、ボガーノに帰ってくるとまた探索できる場所が増えてますので、皆さんもよかったら参考にしてみてください。それでは今回はこれで終わりたいと思います。では、またねー。